11月6日午前1時7分ごろ、福井県敦賀市の北陸トンネルで大阪発青森行き急行北国の食堂車から出火。列車はトンネル内で立ち往生し、煙に包まれた。列車には約800人の乗客がいたが、ひどい煙のため救出作業は困難を極め、29名が死亡、90人の重傷者を含む680人の負傷者を出すという大惨事となった。この暗いニュースが日本中に流れているさなか、さらにショッキングなニュースが起こった。乗客121人を乗せて東京から福岡へ向かった日航351便のボーイング727が浜松上空で乗っ取られた。大賀駅 DC-8 と身代金200万ドルを要求する犯人、乗客の釈放を求める警察当局。緊迫の6時間30分を過ぎた午後2時45分、DC-8 に現金が用意されたのを確認した犯人は乗客を全員釈放。事件発生初期の段階で一時犯人にされたインゲンホフ・ホルクハルト社長。4時4分、両手を縛られた加藤機長ら3人を前に立て、ピストルを突きつけた犯人がタラップを降りた。一番後ろが犯人である。DC-8 に乗り移った瞬間、内部に待機していた警官が犯人に飛びかかり逮捕。犯人中岡達次はアメリカでの生活が嫌になり、キューバ行きを思い立ったという。ここでやってる最中は抵抗して、無言で抵抗してました。そしたら無視で顔を見た時に、やつはですね、俺はもう負けたということを聞くよということを言いました。向こうの要求の内容が筋が通ってないような感じがするとか。でさらに、しかしなぜこんなにも恐ろしい事故が続発するのだろうか。5年ぐらい監獄暮らしたとか言って、じゃあどうしてハイジャックするんだという問いかけたところ、はっきりした返答はございませんでした。